よし、これでオッケー。いい感じにタレットを設置したよ。今日もフードファイトだな。今、知人のレストランの屋上を強化しているところだよ。こんな感じで周りを壁で囲って、上にも屋根なんかつけちゃえば完璧じゃないかな。お、そろそろ壁がなくなるな。ああ、ちょっと待って、今建築してるから。この壁がなくなる瞬間、やっぱり胸が高鳴るよな。って、今回も10対12じゃん、どうなってんだ。でも大丈夫、今の私は、ヘビースナイパーを持っているのだから。お、ヘビスナあったのか、よかったな。さあ、ファイトスタートね。まずはこれで向こうの様子を確認。パッと見狙いやすい人はいないわね。さすがにあれ当てるのはきついもんな。下の方で戦ってるのかな。でもこれは逆に、相手のスナイパーがいないということ。それならば、安心してタレットで攻撃できる。ファイヤー。ファイヤーの日本語訳が、と書かれてるのがシュールだな。とにかく、このゲームにおいてはタレットが重要。しかしタレットは、スナイパーの格好の的になるから。長時間居続けるのは良くない。むしろ、タレット狙いのスナイパーをこっちからスナイプするのだ。ああ、後ろの人の足に当たっちゃったな。チェ、まあいいか、まだスナイパーがいるはずよ。検知されてるな。あの人はやめておこう。それより、窓から狙ってるスナイパーがいるわ。おお、先に撃って倒せたな。フードファイトは、スナイパーが活躍できるから大好きよ。スナイパーライフルも見つけやすいしな。さ、敵スナイパーがいなくなったらあとはタレットよ。序盤からダメージ入ってるぜ。で、なんかトマト飛んできてるんだけど。うわぁ、やめてー。二人も来てる。一人は倒せたけど。じゃあ、誰か助けてー。タレットを乗っ取られたな。畜生、私が設置したのに。おー。ナイス、マジナイス、ハンバーガーの同士よ。しかし、その後やられてリスポーン。自陣の裏の高台からスナイプするわ。自陣は今乗っ取られてるかもしれないぜ。そう、まずは自陣の防衛からね。タレット奪われると厄介だからな。畜生、それも私が設置したやつなのに。使用料を払えー。お前が払えなくしてんだよ。あれ、なんかスナイパーがいっぱいいるな。でも、なんかこっちじゃなくて少し上を狙ってるみたい。ああそうか、上に味方のタレットがあるのか。ならこっちにとってはチャンス。上に注意が向いてる間にスナイプよ。しっかり当てるんだぜ。よし、なんとか一人倒したわ。うわわわわ、どうやら、タレットを設置されたみたいだな。よし、それはそれで狙撃チャンスよ。この辺かな。ああ、ちょっと下がってタレット本体に当たっちゃったな。もういいわ、その横に立ってるスナイパーを狙うわ。おお、なんかラグかったけど、ヘッドショット当たったっぽいな。さらに他の味方が駆けつけてタレットの敵もどいたわね。よし、チャンスだぜ霊夢。勝つために相手のトマトをアサルトで攻撃よ。意外にバーガーチームがかなり優勢だな。優秀な味方さんだぜ。さあ、勝負は終盤。タレットで味方さんを攻撃してる敵を狙うわよ。あ、またなんかラグかったけど、どうやら倒せたっぽいな。よし、ここまで来たらこの差はもうひっくり返らないでしょう。あとは勝利を待つだけよ。やったー、勝った、バーガー派バンザーイ。ま、バーガーになるかトマトになるかは選べないんだけどな。今回も勝ててよかったな。ほんと、フードファイト大好き。スナイパーの練習にもうってつけかもしれないな。ということで、本日のおまけコーナー行ってみよう。別にうまくはないんだけど、距離が新記録かもしれないから乗せときますね。遠くで芋ってたやつだな。かなり落下して足に当たったんだけど、距離が240メートルでした。ということで、ご視聴ありがとうございますなんだぜ。